10レース体制完了。スタートしました。まずは先行争いに移ります。内から押して2番のパウロが行きかけます。真ん中5番のシャイニングウェイです。あとは3番のヌレーフクイーンも押していきました。その後ろですが、外から9番のテイエムリニア、内から4番のユキエンゼルと後位集団固まります。その後ろ中段1番のブラックシャイン、外6番のアイファインバンドと続いて、7番の滝のプリンセスは後ろから2投目、8番のカシノミッキー最後方で、各馬がこれから残り1000メーター標識を通過、2コーナーカーブです。まず先手は3番のヌレーフクイーンが取りました。小林騎手が行きました。リード半馬身で向こう正面です。2番手には5番のシャイニングウェイがつけました。1馬身差、内から2番のパウロちょっと押しているか、その外から9番のテイエムリニアが3番手の外目、その後ろ3馬身離れて4番ユキエンゼル、内から8番のカシノミッキー、そして1番のブラックシャインと続いて6番のアイファインバンド、最後方に7番の滝のプリンセスですが、ここで一気に9頭固まってきました。先頭からおしまいまで5馬身の圏内、大混戦となって 3,4 コーナー中間点です。先頭3番のヌレーフクイーンですが、ここで内からスルスルっと2番のパウロが上がっていった。5番のシャイニングウェイが2番手、その外から押し上げる9番のテイユムリニアで400を通過、4コーナー前3頭並んで、その後ろに6番のアイファインバンド、そして4番のユキエンゼルが現在5番手で4コーナーから直線コースに向いてきた。今度は外から9番テイユムリニア先頭か、テイユムリニアか、間からは5番のシャイニングウェイが粘って内をついて、2番のパウロはちょっと苦しい体勢、その外から追い込んでくるのが6番のアイファインバンド、あるいは内をついた4番のユキエンゼルですか。先頭9番テイエムリニアゴールイン、4連勝、テイエムリニア4連勝です。あと2着には5番のシャイニングウェイでしょうか。あと追い込んだ4番のユキエンゼルなども3着圏内。